どうも、哲学徒です。今回はバーバリアン専用のルーンワード、神話、ミスをご紹介したいと思います。今回ね、全キャラでヘルを目指す、配信で、最後に、バーバリアンをね、育てようかなと思ってるんですけど、ナイトメアぐらいでね、上級レベル51なので、それぐらいで使っていこうかなと思ってるんですけど、今回はね、メイジプレートで、発動させてみたいと思うんですけど、このルーンワードね、装備に必要な、ストレングスのね、値が、割引かれるね、効果もついてますので、もうちょっとね、筋力高めのもので発動して、おそらく、ババのね、レベル、50代って、もっと150ぐらいはあるので、それぐらいのストレングスに合わせて作るのもいいかなと思いますね。今回は、ちょっとホエババを作ることも想定して、ちょっと低めのもので発動させてみますけど、必要なルーンがヘルルーン、アムンルーン、ネフルーンの3つですね。はい、じゃあ、ちょっと発動させてみたいと思います。まずヘルルーンですね。アムンルーン。そして、ネフルーンですね。はい、神話、マイスが発動している状態ですね。で、こちらの方ね、必要レベル、25なんで、51じゃないですね。25で、使えるので、そこら辺はね、結構いいかなと思いますね。で、攻撃を受けると 3% の確率でハウリングが、発動すると。で、命中術に 10% の確率で挑発レベル1が発動すると。そして、バーバリアンのスキルレベルプラス2ですね。ここはこの、ルーワードシリーズで、定番ではあるんですけども、ここ結構ね、ありがたいんで、こことね、武器でつく、攻撃力と合わせて、ちょっと戦っていこうかなと思ってますね。で、防御力を、強化プラス 8%。遠隔攻撃に対する防御力プラス30。ライフを回復がプラス10ついていると。で、反撃ダメージ、14を与える。耐久力の最大値 12% で、必要ステータスマイナス15かかるので、それも考えるとね、もうちょっと高めのね、鎧で発動させてもいいかなと思います。で、さっきね、ちょっとレベルのことをお話ししたんですけど、レベル25からつけられるんで、それぐらい、その時の、筋力値としてどれぐらいが必要かっていうところから逆算してみると、いいかもしれないですね。ちょっとこれ使って、最後に、バーバリアンの攻略の方もしていきたいと思いますので、ぜひね、配信や攻略動画の方も、参考にしていただければなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。